ジェームズ川艦隊は南北戦争中のアメリカ連合国海軍の艦隊。バージニア州がアメリカ合衆国から分離して間もなくバージニア州海軍の一部として設立され、その後アメリカ連合国海軍に編入された。艦隊の主任務はアメリカ連合国の首都であるリッチモンドにつながる水路であるジェームズ川のパトロールであった。戦争初期においては 著名な総交換 CSS、バージニアを除き寄贈館で構成されており、1862年5月15日のドルーリーズ・ブラフの戦いで、南軍が勝利するまで存続した。その後総交換 CSS ・バージニアにお帰還として再結成された。ハンプトン・ローズ海戦におけるバージニアとモニターの戦い1862年3月8日9日。 バージニア州ノーフォーク近くで行われ、艦隊の最初の戦闘となったハンプトンローズ、海戦時の司令官は、ジョン・タッカーであった。この時の戦力は、装甲艦バージニア、外輪艦 CSS、ジェームズ・ダウン、同 CSS ・パトリック・ヘンリー、およびスクリュー推進砲艦である CSS ・ビュフォーと CSS ・ローリーであった。CSS ・ジェームズ・ダウンの活躍のために、 艦長のジョセフ・バーニーは昇進している。南軍がその守護神であるバージニアを自ら破壊した後に、北軍がジェームズ川を上流に向かって進撃してくると、さらに艦隊戦力は低下した。ドルーリーズ・ブラフの閉塞をより強固なものにするために、ジェームズ・タウンは阻害物として沈められ、その艦裁砲は崖の上に据え付けられた。水兵たちは艦隊の残りの兵と共に、 1862年5月15日のドルーリーズ・ブラフの戦いに参加した。この撤退の際に、心臓総交換 CSS ・リッチモンドの戦隊が、ノーホークからリッチモンドに栄光されている。ドルーリーズ・ブラフの戦いに、南軍が勝利して北軍が撤退した1862年の5月から1863年の終わりまで、ジェームズ川周辺は、比較的平穏であった。 特に活動がなかったため、連合国の戦争省は常に兵力不足に苦しんでいた北バージニア軍の方が、海軍よりも兵を必要としていると判断した。このため、艦隊の水兵たちは臨時にリッチモンド防衛部隊に編入され、また野戦での予備部隊とされた。水兵たちの陸兵転用、特にドルーリーズブラフにおいて戦争終了まで続いた。 1864年5月の終わり、ジェームズ川の閉塞物は南軍によって取り除かれ、ジェームズ川艦隊は下流へと向かったが、北軍も障害物を築いていることを発見した。艦隊は断続的に北軍部隊に砲撃を行っていたが、8月13日に艦砲射撃による本格的な攻撃を行った。その年いっぱい、ジェームズ川艦隊と 北軍陸上保衛隊の間に定期的な砲撃戦が生じた。艦隊は通常はドルーリーズブラフ付近にあった。1865年1月23日夜から24日の早朝にかけて艦隊は北軍ユリシーズグラント将軍の補給を妨害するために北軍の封鎖を突破しようとした。この戦いにおいて多くの艦艇が沈没し、その他の艦艇も 大将の損害を受けた。座礁した走行艦もあったが、夜になって川の水位が上がったために離礁できたため、再び封鎖突破を試みたが発見され、激しい放火を浴びることとなった。結局艦隊には撤退命令が出された。その後、関西砲をリッチモンド防衛に使用する以外には、ほとんどすることがなかった。 リッチモンドが陥落すると、ジェームズ側艦隊に対して、艦を破壊して兵員は、ロバート・イーリー将軍の陸軍に加わるよう命令が、なされた。命令が伝達された時点で、すでに艦艇は焼かれており、またリッチモンドは火に包まれており、リー将軍に合流するにも使える道はなかった。リーの陸軍との間を遮断されたため、艦隊の兵員は、リッチモンドの郊外に向かい、 そこで列車を見つけて、ジョセフ・ジョンストン将軍の陸軍に合流した。しかし、中には、リーとの合流に成功し、絶望的なセーラーズクリークの戦いで後衛を務め、アポマトックス・コートハウスの戦いの後の4月10日、降伏した者もいた。1865年5月1日、艦隊兵員の大部分が合流した、ジョンストンの陸軍が、ウィリアム・シャーマンに降伏。 解散した最後の司令官となった、セメス提督第1段階、第2大会アメリカ連合国海軍官邸一覧。ありがとうございます。